同胞、上田綺世とかいうまだまだ諦められない選手。上田は地味にベルギーでもう2桁得点してんだよな。まだ諦められない。日本にデンキーみたいな相方おればね。前線で体張れる奴は日本に一番足りてないからな。上田より林大地を押すわ。こっちも8得点や。ベルギーレベルやと林も7点決めて、シーズン2桁は取れそうな程度なんよな。上田は2トップ専用機でしかも、相方にポストプレイヤー、つぶれ役させるとこで得点量産できるタイプだから、代表では見込めないのがね。林と上田なら合いそうな気もする。正直そいつらに2枠はもったいない。上田って大迫みたいなポストプレイヤーかと思いきや、裏抜けが得意な古橋タイプなんだよな。背の高い古橋。背の長やしパワーもある。ポイチも勘違いしてポストやらせてたよな。ポストプレイタイプは林大地の方やね。身長足りないけど背負うプレイはうまい。J リーグすら見てない奴に不当にけなされてかわいそうや。